はい、どうもこんにちは、おみです。今回は PBK VS ドラの氷戦をやっていきたいと思います。今回は集計表ね、いつも3グランプリ目の、終了間際、終了5秒前ぐらいに貼ってると思うんですけど、それは今回なしでお願いします。はい、ちょっとね、これはもう思い出深い交流戦になるなと思って撮りました。集中するから俺多分無言がめっちゃあると思う。うん、そう、もうご了承ください。めっちゃ集中するんだ俺。はい、ワンツー、二三とワンツーで三四取られて567。まあだから遅いの。やっぱ俺パソコン起動しないよ。いいのかな、ごめんなさい。取るためには仕方がない。あー、こういうの欲しい。マジでここ早い。あと落ちないよね。サンドリ1回で我慢。ぶっちゃけサントリー1回でもついていける。あ、待って、当たらないか。ナイス。お、星降るさんが1位じゃないですか。死んだまずって誰ですか。ダビさんにファイル買ってる。4位のダビさんに多分順位切り替わった頃来るよね。やっぱり ダビさん何にも引いてないから投げました。消せないか。パステピがトゲ持ってる。星降さんそれ譲っちゃった方がいいんじゃないかな。オッケー譲ってるね。トゲナイス。ダビさんな。オッケー、飛ばした。しまって、俺今ね逆にドリフト切ろうと思ったんで俺ミスったね。できてたら一人ね潰せた気がするんだけど。ナイス。あ、やばい。あー、大丈夫かこれ。待って、1,2,3,4,5。あー、お、6。ナイスいいねいいスタートだと思うよ俺は。うん、いやー、ナイス。ナイス。うわー、すげえ。いや、ちょっと待って。うん。指示誰？ネピアさんかなこれ。ネピアさんだよな。ちょっと待って、俺めっちゃ緊張してるんだけど。やばい。手汗が半端ない。指示誰？ビビ。ビッグブルーですね。ビービー来た。ナイス。俺もう16で俺2位でしょ。コイン取るわ。うん、よし。走りがひどいけど、今回はサダミスなかった。誰？アンキか、アイカさんか。ちょっと向かって。
飾ってもらう。バカバカ。あーちょっと今のミス痛いな。普通に痛い。6枚か。ここで10枚になって。ミヤ君のそのブーメラン怖いんだよな。大丈夫かな。ちょっと R ボタンが離れないんだけど最初。変更換すればよかったな。てっちゃんのミトさん怖いな。それそれどう使う。前、あ、前ワンツーで3位てっちゃんでしょ。投げるわそれ。多分全部前投げでいいと思う。あれ赤セビかかってる。今ケツつけようと思ったけど真後ろに星空さんがいたから。マジでオッケー。ネピアさんないっすよ。あ、ごめんなさい。申し訳ない、申し訳ない。抜かれるかな。はい。はい、12確定。あれ？ジャイコ何やってんの？あの、1、2、あー、でも結構、持ってかれたな。最終ラップ入った時、最終ラップっていうか、最終ラップ入って直後の時に、1、3、4、5、6だったんだよ。また1、6いけんじゃねえかなって思った。ちょっと自分が。いたんだけれども、うん、はあ、やばいね、ほんと手汗が。次、桃缶か。多分全然喋ってないね俺。いやーこれは喋れないよ。 OKOKOK。 桃缶桃缶。なんで俺こんな緊張してんだろう。ちょっとわかんないんだけど。感覚じゃなくてもう実際に見てやろうかな。もうただ2が降りてきた瞬間に。そうすれば音が遅れて、多少はね遅れててもカバーが効くと思うから。ちょっと俺のスナイプで死んでよ。俺が前に出た意味ないから。俺さ、俺さ、あと星抜けそう。これ下手すぎだよね俺。今のこうするしかなかった。すいません。SMT 出ないんだけど、ちょっと下手すぎ。割とマジこんなんで1位もらうのちょっと恥ずかしいっていうか申し訳ないんだけど。オッケー、敵当たった。敵当たったけどな、これ巻き返せねえ。巻き返せないっていうか味方こっち来れねえよな。結構後ろ固まってたはず。うん、多少きついな。2345は星うるさんにめっちゃ当たっちゃったから。
スイキャニ。あ、ミュート？俺ミュート普通にいけ、あ、そうだ。ランカーさんがいるじゃないですか、ちょっと。ランカーさん。ああ。ミュート来たなー。ここね、コイン取らないとね、最初のダッシュボールめっちゃくちゃ追い抜かれるから。取らないとね。はぁ、あ、7枚取れたらいいなぁ。7枚取るコースってどこだっけ？どう取ればいいんだっけ？忘れてたんだよ俺。インから入って、そのままだっけ？ 6 枚だよな。あ、待って。この配置どうなんだ？あれ、潰せないの？ナイス。マジ？今のスナイプできるのかな？すごい。怖いな。遅くね？困る困る。はや、怖いな。大丈夫か。ここに投げてくるのか。相手固まってればこれ打つんだけどな。大丈夫かな。後ろね、敵潰したいんだけど、多分これ潰せない。これ当たってくれ、当たってくれ、頼む。ナイス、よし。お、234、ナイスナイス。あー、ダビさん流しちゃった。1グランプリ終わり、これ終わりか。はぁ、あ、俺1なの？はい、じゃあこんな感じで1グランプリ目は終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。2グランプリ目もぜひ見ていってください。